脳はこうだよって脳の専門家が勝手なことだけ言っててもしょうがないんです。筋肉はこうだよ、神経系がこうだよ、心理的なものはこうだよっていうものが全部合致する部分っていうのを見ていかない限り、これ人間がやるという意味ではできないんです。でそれを科学的にやっていきましょうっていうようなことを僕は専門でやっていますね。で科学的にその体をに動きを覚えさせる、作るっていうのは、こうした要素っていうのを初めから考慮しないとできないことなんです。でなぜかというと、人間の脳っていうのはものすごく優秀なんです。ある基本をもとにいろんな自由度を組み合わせていろんなバリエーションをアウトプットとして出せますよ。さっき言ったゴミ投げ、ゴミを放るときにゴルフで言うとここしか放れないんです。でもこうやって放ることもこうやって放ることもいろんなとこに放ること、いろんな重さのもの、いろんな形状のものを放るっていうことを、単にゴミを放るっていう大きな枠で捉えていろんな自由度を使ってアウトプットとしたらいろんなバリエーションを作っているのが人間です。皆さんできるはずなんです。これゴルフで言えば球筋を変えるっていうことなんです。フックを打つ、スライスを打つ、球を高く打つ、低く打つ、これゴミを高く投げる、低く投げるっていう動作と何らコントロールとしては変わりがないんですね。でもゴルフではそういう要素を使ってやりましょうっていう発想がないんです。そういうものとして皆さんが受け取ってないんです。そういうものとして皆さん自身が自分の脳にそういうことを伝えようっていう意思がないんです。だからできないんです。でこれ脳っていうのは最初からそういうものをやるんだよっていうことを正しく伝えた時に正しいパターンを作ってくれます。ただその形を作るんだよ、ボールにうまく当てんだよっていうことを先にします。それがゴルフなんだよっていう思いもよらないけど無意識にそういう観念のもとにゴルフをやり始めました。そうすると脳は一生懸命それをパターン化してくれるんです。一生懸命ぐちゃぐちゃな動きをしながらも先端だけは球に当てようってことをしてるんだよってことをあなた自身が脳に伝えちゃった時に、脳は一生懸命それをパターンとして確立しようと思って頑張ってくれるんです。で脳はすごく機能がいいんですけれども、やろうとしているタスクが正しいやり方なのか正しくないやり方なのかっていう判断をしてくれないんです。これ残念ながら。でここがものすごく難しいところで、最初から正しいことを伝えましょう、正しいことが何だろうってことを伝えましょうってことを先にやりたいんです。でないと多くの人が悩んでる、悪癖が出ちゃうんですね。で脳というのはすごく機能が高いので、一回作ってしまうとそれは常にプログラムとして頭の中に残るんです。消し去ることができないです。デリートキーがないんですね、人間の脳には。ですから最初の入り口で正しい発想を持って正しいことを徐々に構築していきましょうということを考えないと、これがすごく大変なことになっちゃいます。でゴルフというのはさっき言ったみたいにレッスン書に出てくるインフォメーションというのが、今までのはその表面上に現れた形っていうのを何とかしましょうっていう話なので、どうしてもそういうものとして入り口を作っちゃって、その枠の中でやるもんだっていう人が多いんですね。でその部分を根底から変えましょうっていうことを考えた時に、ゴルフっていうのは急に優しくなります。で今ちょっとフレームの話をしようと思ったんですが、そこはちょっと割愛をして、多分聞きたいのはこの理論はさておき、で飛ばしたいのも分かるんですけれども、さっきお話ししたみたいに飛ばしだけを飛ばしましょうってことはこれやっぱりできないんです。全部一緒に上手くなろうよっていう方がこれ発想としたら楽ですよね。正確性も反復性もそれから距離感とか方向性とかそういうものを全部一緒にひっくるめて上手くなろうよっていう発想を持たれた方が実際にはいいと思うんです。でそれを人間の機能としてやろうと思った時に何が大事かというと、これイメージ。トーナメントプロ、優勝したプロの優勝、何ですか、インタビュー。いや今日はすこぶるトップの形が良かったですってインタビュー聞いたことないんですよね。でも頻繁に聞くのは、今日のプレーはすごくいいイメージできましたっていう話をすると思います。でこのイメージの正体っていうのが、さっき言った脳の機能なんです。自分がその場で何を主目的に何を体にやらせようとしているかっていうのをできる限り緻密に伝えるんです。できる限り緻密に伝えれば、人間の体、人間の脳っていうのはそれなりのコーディネートをしてくれます。ゴルフのレッスン書には、10メートルのパットっていうのは1メートルの円を狙いましょうって書いてありますね。
でみんななるほどと思って10メートルだからこれ1メートルぐらいのところを狙えばいいのかなっていうアバウトな指令を脳へ出すわけです。で脳っていうのはそもそも最初からかなりエラーがあるんです。人間の体っていうのはそもそも最初からエラーがあるにもかかわらず最初のターゲットっていうのはアバウトにしてしまうことでアバウトのとこプラスエラーが出るのが人間なんです。ですからできる限り緻密にターゲットを決めたいんです。で皆さんご存知のように空間の2点間を結ぶ線っていうのは何本あるか分かります？無限大にあるんですね。2点間を結ぶっていうのはでもゴルフでいうと後ろからこうやってラインナップしてスパットを合わせてそこに平行に立ってっていうのがそこにボールが行くだって思ってるわけです。でもそうじゃないんですね。あなたが自分の体に自分の脳に伝えなきゃいけないことは空間をどういう球筋でどこへ向かってどう緻密に持っていくのかっていうその一筋を決めなきゃいけないんです。でそこに向かって自分がこれから球を打とうとしてんだよっていうことを体に伝えなきゃいけないんです。でそれをやってもずれるんです。それをやってもずれるんです。ものすごく習得の度合いが高い例えば PGA のプロなんかでも球を曲げるっていうのはあのレベルになってもそれをきちっと脳に伝えても人間というのはエラーが出ますよっていう話なんです。それを僕らが自分の体に伝えないでどれだけのことができるかって言ったらどんなこともできないんですね。うまくいかなくて当たり前なんです。でその部分をまず磨きましょう。で多分ここに来られてる中でどれぐらいの人が意図的に球を曲げるっていうことを率先してというか普段の練習からやってる方はちょっとレベル的に分かんないですがそういう方いらっしゃいますか？いろんな球筋を毎回毎回ショットの中で作っています。あの若干1名いるのは知ってるんですけどどなたかいらっしゃいますか？いらっしゃいますね。でみんなまっすぐ打てないとダメだと思ってるからやらないんですね。でもこれ人間のパフォーマンスとしたらすぐ簡単にできることなんです。時間があれば誰かに出てきていただきたいんですけど、ちょっと時間がないので僕が皆さんによく伝えるのは空間の中を自分が打ちたい球筋が向こうから戻ってくるよっていうイメージを持とうよと、まあ、野球で言えばピッチャーがどうやって投げてくるのかなっていうようなイメージそれを打ち返そうでもいいんですね。で例えばフックみたいな球がこうやって向こうから来ました。それをどうやって打ち返すのって考えてみようと。ちょっとゴルフから外れて右の手のひらでこれ打てばいいじゃない。でこういう風に飛んできたのをそこへ打ち返すって誰がやってもこんな感じで表現すると思うんです。こうやって来たのこうやって打って打てそうな気がしますよ。その球筋で打ち返せるよって思う人は絶対いないんです。それがイメージであってそれが人間の持ってる感覚なんですね。スライスでこうやって来たよこうやって打ち返しますっていう人はまずいないんです。こうやって来たのをその球なりにって言ったらこう来たんだからこうだよねっていう表現は絶対できるんです。でそのまま打てばそのスイングをしたときに球が当たるところに球が置いてありさえすれば絶対その球筋になるんです。置いてあれば。でここで問題なのはセットアップそのものが皆さん何番はどこ何番はどこっていうようなそのポジションとして覚えましょうって思ってらっしゃると思うんですけど違うんですね。グリップの握り方もボールのポジションも自分のセットアップのポジションも球筋が決まらないと本当は決まらないんです。ボールのポジションここなんていう情報はないんです。どこから来ました。例えばさっきのフックが来ました。そこから来たのをそこへ打ち返そう。おお、こんな感じだったら打ち返せるようなって感じるとしますね。そしたらどこに球があったらその力が伝えられるかっていう情報も絶対感じてるはずなんです。だからその情報をもとにセットアップをするか、プロがセットアップするときにはこう素振りをした後にこうかなって思いながらこうやってもじ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 しながら立ってるんですね。あれ。決めたところに置いてるんだったらあんなにもじもじしないです。その場でしっくりくるところを探すんです。で今それをイメージしてやった力っていうのをそのまま出せば実際に人間の体っていうのはかなりのコーディネートをしてくれるから思うよりも簡単にできます。で簡単にというのは皆さんが今まで練習でやってきたようなフルショットでなるべく大きな力を出してやりましょうっていうことでやる必要はないです。例えばパターでそういうイメージを持ってポンってやってみれば当たんないと思ってる人がいないから変なメンタルとか精神がない中で動きそのものは体でやらすことができます。でそこを入り口にして自分にとって優しい入り口を作ってやるんです。でそこを作ってあげれば人間の脳っていうのはパターンとして作るわけでその大きい動き強い動きも小さい動き弱い動きもパターンなので同じなんです。
であれば間違ったことをやり続けるよりは正しいことをきちっと弱くてもいいからやりましょう。でそこをベースにして作っていきましょうということができたらいいと思います。でそこをスタートにしてやっていけば今まで何年何十年かかってできなかったことがうまくすれば本当に人によったら1日2日でポッとできちゃうこともあります。特に他のスポーツをやってきた人なんかは簡単にイメージの転換ができればテニスみたいにやってみようよというだけでいきなりフックが打てる、いきなり強い球が打てるってこともこれあり得るんです。だからそういう今までのゴルフの先入観というのをちょっと捨てて人間らしくやってみようよ、自分ができることでそのまま使ってみようよっていうことをまずスタートとしてやってみられると結果的にかなり短期的に飛距離が伸びるってことが年齢にかかわらず起きます。で最後に僕の経験上ほとんどの方が持ってるその動きのパターンの間違いっていうのは例えばですねゴルフでいうとこういう動きとこういう動きとこういう3種類の動きどれが仲間でしょうって言うと大体の人が1番目と2番目が仲間ですって言うんですね。っていうのは最後のは横に振ってるじゃないっていう話なんです。でもこれボール投げに置き換えるとこうやって投げるのとこうやって投げるのとこうやって投げるのどれが仲間ですかって言ったらみんな多分3番目だけがこれ投げ方として変だよねって気づくんですね。でもゴルフの場合は形を見てるから気づかないんです。でも本質的には人間の体の力の使い方ってのは決まってるんです。その力の使い方をずらすとこれは力が出ないんです。ゴルフの場合特にクラブを暴れさせるために振っちゃう、暴れたものを戻すために力を使ってる。人間の筋肉っていうのはゴムですから一回伸びたのを縮ましちゃったら最後は絶対力出ないんです。もう一回伸ばすしかないんですね。でそれはバックスイングはここまでですよ、トップで止まってそこからダウンスイングやりますよっていう本来のその今までのゴルフレッスンの教え方で動いた時に当然この人間の体っていうのは力が出せません。でそういうところも含めて自分が本来普通の動作をやった時の感じをそのままゴルフに使ってみようよと、そうすれば絶対に距離が伸びます。その悪いパターンさえまず払拭できればほとんどの人が普通に2クラブ伸びます。距離っていうのはこれはアバウトで言ってたり皆さんを喜ばせるために言ってるんではなくて実際に2クラブぐらいっていうのは普通に伸びます。大きく伸びる人っていうのは3クラブ伸びます。ですからまずそこに行く飛距離を考えるんであれば自分側の動きを変えましょう。でそれをヘルプしてくれる道具があるんであればそれをどんどん使っていきましょう。でそういう発想を持ってゴルフに対してこう何て言うんですかね自分が対峙していっていったらいいと思います。以上で私は終わります。ありがとうございました。井本様ありがとうございました。皆さん今一度拍手をお願いします。それでは引き続きまして第2部のトークセッション自分の可能性を引き出すゴルフクラブ